痛い。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どの辺がお疲れでしょうか。腰と首ですかね。腰と首ですね。最近体の調子的にはいかがでしょう、うんうんうん、悪くはないんじゃないですかね。そういう足のマッサージをしたりもしてるし、そんなに痛いとかっていうことは、仕事量もまあまああんまり無理しないようにしてるんで、パソコン作業の時間が多いから。ああ、そうか、そっちが増えてるかも。あんだけ動画上げてるとその辺大変だなと思って。ああ、確かに。それもね、仕事の一部だろうから。そうですね、あれもまあ結構仕事のうちですね、うん、力加減がどうですか。あ、もうちょっと強くていいかなって思いますね。はい、あ、そんぐらいですね。いやでもなんかこう同じ日にこう、はい、複数の人に来てもらうってこともあんまりないので確かにやっぱ全然違うもんなんだなっていうことを、あ、人によって、うん、感じますね。うん、かったいな、やっぱりこの辺がすごい。やっぱ俺もね、地味な絵になるんだよな。ここでリアクションがないと。なんかね、ただ置いてるだけなのか押してるのか、それさえもね、判別が。もう自分で過去の出してるの見ると、編集しててもあれ動きねえと思って。前川村さんとコラボした時とかも、俺も4倍速とか自分のやつを、それでやって動きわかるみたいな。流れを見てもらうんだったらそれぐらいじゃないと。まあ、サンナさんは極端にしてもそんなに長く動画見ないですからね、うん、人はね。施術覚えたくて流れを見たい人もいるから。痛い。本当受ける側にならないといろいろ分かんないもんですね。受ける側になったり、その普段いらっしゃるんじゃないタイプのお客様とかね、いろんな人にと
交流をするって大事ですね。やっぱ同業者同士でやりっこするのが一番勉強になる。勉強になるなる、うん、ドキドキもするけど、うん、そうですね。あと必ずこうしなさいって言うんじゃない方がいいですよね、うん、なんかこう誰か一人がこれは正解のやり方ですっていうので集まる方法だと、それに合ってるか否かでしかなくなっちゃうから、うん、まあね、誰かが先生いる中で習うんだと違う、あ、ね、うん、そうなっちゃうけれども、うん、そういうね、そういう概念じゃなく、なんか集まってやりっこするものだと、一種格闘技戦みたいな、ボクシングとムエタイとみたいな、いろんな格闘技が集まる、似てるやつで違うものが入るっていう方が、うん、なるほどこんなやり方もあるのねとか、うん、うん、そうしたらね、プラスになってるから。足が踊ってる。あ、でもそっちの方が気持ちいいかも。あ、痛い。いやいやいや。すごいな。うん、痛い。いや。痛いなぁ。痛いと人は笑うってね。はぁはぁなるんですよ。こっちすごいね、やっぱり。
かったりな。筋張ってるというか、なんちゅうか、うわ、失礼。でこうした。頭とかは痛くなるんでしたっけ？うん、痛い、うん、痛いです。今やってるぐらいが一般的に普段俺がやってるぐらいの強さ。弱いんですね、私ね。大丈夫ですか？痛いでしょ。眠くなってきました。じゃあ寝てください。Thank you.